基礎算数、誤答しがちな非日常算数、おまけ問題付きです。では始めましょう。600円の50割増しはいくらですか？では解説をします。上のような計算をして誤答するケースがあるようです。1割は 0.1、 つまり 10% のことであり、50割は 5、 つまり 500% のことです。ここで600円 ×5 と誤答するケースもあるようですが、本題は600円を 100% とした時、 500% を増やさなければならないので、 100% 足す 500% で 600% を求めることになり、3600円が正解となります。おまけ問題です。図のアとイの面積が等しいとき、ハテナが示す長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。